サッカー選手のキャリアをギュギュッと1分にまとめたワンミニッツフットボーラー、今後少しずつ未来の日本代表候補、期待の日本人プレイヤーを取り上げていきます。本日は井上健太選手、先日横浜 F マリノスへの移籍が発表され、ワールドカップで盛り上がる裏で大分トリニタファンの嘆きが聞こえてきましたね。分かっていても止められない脅威の加速は対峙するディフェンダーにとっては消耗させられますね。井上選手は1998年神奈川県生まれ、小学生からサッカーを始めますが、競技人口の多い神奈川県では埋もれた存在でした。島根の立正大湘南に進学し、高校サッカーインターハイに出場するもオファーを届かず、工科大学へ進学。ここでトリニタのスカウトの目に留まり、プロとしてのキャリアをスタート。2022シーズン J2 降格を経験するも、翌2022シーズン後半の大分の快進撃では間違いなく主役として活躍。しかしプレーオフで敗退。2023シーズンは出身地でもある横浜 F マリノスへ完全移籍が発表されました。運動量もスプリント回数も多いですが、クロスからのチャンスメイクは J2 でもトップクラス。クロスの内容もニア、ファー、マイナス方向、グラウンダーの組み合わせを使い分け、タイミングも早いです。加速からの右足からのクロスは J1 でも間違いなく通用すると思います。今季は逆足をうまく使い、より内側のレーンに入っていくプレーを見てみたいですね。より右足でのクロスが効果的になりますね。今後は日本代表伊藤純也選手のようなサクセスストーリーを見てみたいです。井上選手、日本代表についてコメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画制作の励みになるので、チャンネル登録、いいねボタンいただけると嬉しいです。